こんにちは、シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは守護霊が教えるハズレを引かない方法ということでお送りしたいと思います。まあいろんなね、日常の中で選択がありますよね。選択の連続ですよね。どっちにしようか、 A にしようか B にしようかみたいなね、選択あると思います。その時にハズレを引きたくないですよね、皆さんね。じゃあどうしたらハズレを引かずに済むんだろうということをスピリチュアル的に解説していきたいと思います。で、結論から言います。これはですね、簡単に言えば守護霊に常にお伺いを立てる人はハズレを引かないという法則があります。これどういうことでしょうか。そんな簡単なことでハズレを引かなくなるんでしょうか。不思議に思うかもしれませんけども、これ私も結構いろいろとですね、経験がありまして、例えば以前ですね、ある大型のですね、まあ、ある製品をですね買おうと思ったことがあるんですね。まあローンを組んで、でもやっぱりローンを組んで買うから非常にまあ結構冒険ですよね。で、本当にこれ必要かなっていろいろ考えるんですけども、どうしても迷ってしまうと。欲しいとも思うし、でもなという思いもある。そこで守護霊様にお伺いを立てるわけですね。どちらがいいかと。うん、で、まあ守護霊というのは基本的には魂のね、向上のためにしか動かないという原則はあるんですが、しかしですね、まあ一切聞いてくれないかというと、そんなことはなくてですね、まあ日頃からそういう霊性向上とか勤めてる人であればですね、多少外れていてもたまに聞いてくれると。で、たまに聞いてくれると言っても、こちらがですね、遠慮していたら勝手に動いてくれることはないので、だから常にですね、お伺いを立てるという習慣をつけるといいわけです。で、私も細々としたことも結構守護霊様にそうやって聞くことがあるんですね。これどっちがいいでしょうかねみたいな。本当に買っていいですかねみたいなことをやったわけですね。その時にですね、すごい、まあサインがありまして、うん、例えばというかその時はですね、ローンで買ったので、ローンが通るかどうかっていう審査がありまして、で、その時勤めていた会社に、そのローン会社からの、その電話が来て、それを私が受け、もう出るという形で、まあ、あなたは、この会社にちゃんと勤めてる人ですね、みたいなのを、まあ、審査通るみたいなね、チェックがあったわけなんですけども、なぜかその時にですね、その電話が故障しましてね、電話回線がなんか、その日だけ、なぜか故障して、で、こう、通らなくなって。で、結局何度もやったけど、ローンが通らないみたいなことが起こったと。で、それを受けて私、あ、これは買わない方がいいんだなということで、まあ、買わなかったという話があります。で、その後どうなったかというと、その製品がですね、リコール製品になるというね、ことがありまして、リコール対象になってるというね、ことがありまして、で、買わなくてよかったっていうね、まあ、リコールですから、その時、まあ、ね、まあ、返品すればお金返ってきたかどうか分かりませんけども、まあ、とにかく変なものを捕まされずに済んだというような経験もあります。まあ、これはあくまで一つの例でね、他にもいろんなそういうケースがあるんで、だから結構ね、皆さんに、お勧めしたいのが、まあ、こんなこと守護霊様にお祈りしてもなって思うことも結構投げて、こうね、お伺いを立てるっていうことをね、結構習慣化していくといいと思いますよ。うん。そうすると、ハズレを引かないくなるんですね、あまり大きな。で、まあ、先ほども言いましたね、その外れを引かなく理由としては、その選択する事前にね、サインが起こることが、今みたいに、ね、まあ、ちょっと嫌な予感がしてくるとか、さっき私が言ったように電話が繋がらなくてうまくごたごたして、ことがうまく運ばないとか、いろんな障害が起こってきて、やめなさいみたいなものが起こってくるんですね。そうすると、あ、これやめといた方がいいんだというふうになって、外れを引かなくなるということがありますと。うん。なので、常に追いかがいを立てるということを習慣にしておくということが、ハズレを引かなくなるという意味では、スピリチュアル的には有効かなと思います。で、このお話の注意点なんですけれども、たまにですね、やっぱり、今言いましたように、サインが事前に起こるケースが多いんですけども、サインが起こらないで、進んだらピンチになっちゃったという場合もあるんですね、実を言うと。私もそれ一つありました。例を挙げると、私、あるプロジェクトが舞い込んできまして、その仕事を受けるかどうかということで、まあ、選択を迫られたことなんですけども、その時に守護霊様にやっぱりお伺いを立てました。で、その時は何もなかったと。やめなさいみたいなサインはなかったと。まあ、見逃していた可能性もありますけど、まあ、その時はないと思いましたと。で、まあ進んだらですね、結構そのプロジェクトがあんまりこう自分に合わないなということが分かってきて、まあその働く現場もね、あまり良くないし、ちょっと、
自分のねやりたかったことじゃないなっていうふうに失敗したなって思ったんですね。であとなんか人間関係もごちゃごちゃしてそうだし なんかなっていう、まあ、仕事場だったんですね。だけどもやっぱりですねその時大事なことはですね、あ守護霊の際見逃したかもとか、あなんだ守護霊様に お伺い立ててねやったのにうまくいかないじゃんってこうグダグダとなってしまう。これがまずいですね。ピンチになっても必ず守護霊様のお伺いをして選んだ場合には守護霊様は絶対その後に対して何らかのねバックエンドの守護をしてくださってるんで必ずなんとかなるんですね。で必ずなんとかなるっていうふうに確信してくださいと、ね、進んだらピンチになってしまうこともあるからその時は確信する、大丈夫だと、今はやばいけども必ずなんとかうまくこれを乗り越えられると、ね、もちろんそうなってしまった理由には、まあ、何らかの試練だったりあるいはそれによって学ぶべきことがあるからそういうふうになってる可能性もあるので、その場合はですね、なんとか必ず乗り越えられるのに働いてくださっているので、それを確信する、ね、それを疑わないということが大事です。そうするとですね、その結果危機を脱していくことができるようなんですね。なので、外れを引いた、あれ守護霊様のお伺いを立てたのに外れを引いてるじゃん、あれ話違うって思って、もうダメだってなっちゃうと本当にダメになってしまうので、ダメなものが自分のその気持ちのね。重さによって引き寄せられてしまいますからね、引き寄せの法則で。なのでそうならないように絶対大丈夫、守護霊様のおかげを立ててるんだから、これは守護霊様が働いてくださってるというふうに確信すると、最初はやばいなピンチだなと思うけれども必ずそれを乗り越えていけるようになるということが言えるので、そこがちょっと注意点ですね。なのでまあ外れをとにかく引きたくないなという気持ちがある人はまめにですね、守護霊様にお伺いを立ててみるというのもいいんじゃないかなと思います。まあ一つね、方法として。もちろんね、選択の前に自分なりにいろいろと考え抜いて、合理的に判断するという部分ももちろん大事ですけども、それプラススピリチュアル的なギリギリのところで判断を守護霊様にも委ねてみるということがするといいんじゃないかなということで、参考にしていただけたらと思います。ということで、今回も守護スピラジオを聞きいただきましてありがとうございました。守護スピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。また守護スピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回の守護スピラジオでお会いしましょう。さようなら。